伝説のオーバチュア、テイルズオブファンタジアを実況プレイ。皆さんこんにちは、ラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回はユミルの森で無事に壊れた指輪を直すことに成功したんですが、ちょっとね、いざこざがありまして、ユミルの森に入れなくなってしまいました。で、壊れた弓、チェスターの弓ですね、あれも直そうとしたんですが、これまたちょっとした問題が生じてしまいまして、ある場所に置いてきてしまったという感じですね。で、次は十二星座の塔というところに向かえばという話でしたので、それらしきところまでやってきました。フレイランドに渡って、フレイランドからヒーターの方かなにやってきたところにありました。じゃあ入っていきたいと思いますが、一応スキット見ます。はい、見たことあるやつですね。で、見ていただきたいんですが、これみんなの TP が300を超えましたね。アーチェにもムーンクリスタルを装備してもらいました。ちょっとね、ブラックオニキス全部ムーンクリスタルに変化させちゃいました。 HP よりもちょっと TP がね、最初じゃないけど欲しいかなと思ったので、はい、ではでは早速十二星座の塔入っていきます。十二星座の塔1階、これはヤギ座かな、乙女座、あ、乙女座じゃない、水亀か、これ敵かな。ひとまずちょっと、あ、押しちゃいけないやつだったえ、なんかすごいコミカルな音になったけど、あ、敵は出るのね。でも、あ、なんか見たことのある敵ですね。一応スペクタクルで使っていきますか。これなんだっけ、うって、あれ落とさないかな、ルーンボトル、このレイスだったっけ、名前忘れちゃったんだけど、似てる敵がルーンボトルをたくさんじゃないけど落としてくれるんですよね。あー、違う、そっちじゃない。これさ、テクニカルリングいいんですけど、私がちょっと修行しないとうまいこと戦えませんね。そこ当たんないのかーい。しょうがない、当たんないなら。ルーンボトル落としておくれ。やった、落とさないしねまあいいや。ちょっと音楽がこんな感じになったから、すごいやるの楽しいけど、あー、なんか意味があるんだろうな。でも、あれ、今スイッチ押したよね。また新しい敵が出てきましたね。ゴーレムか、ゴーレムはちょっとな。え、ルーンボトル落としましたね、多分さっきの敵が。アイアンサークレットっていうのを、あ、アイアンサレットでしたね。あ、下がるそうか、最近装備品全然買ってないから、ちょっとみんなの体力とかが心配だな。ひとまず氷ボトルを使って攻略していきましょう。これは何なんだ、ほっ、なんかよくわかんないけど、あんま当たんない方がいいのかな。人にあらざる者が歌う勇ましい歌を望む。さっきの曲を変えるやつかな。リプレイブドブンクですって。あ、この敵はそんなに強くなさそう。今普通に戦闘モードに入ってたから、ちょっと
黙っちゃってたかもしれないけど、お、シャープネス初めて見ましたね。いいですね。ちょっとね、最近までミントの作戦が命を大事にだったんで、攻撃補助が全然なかったんですけど、さっきの戦いでちょっと変えました。僕の番だ。これでちょっと回復して歌を変えてみましょう。これじゃないね、きっと。こっちはん？すいません、なんか多分録画が一瞬飛んだと思います。もうちょっと録画っていうかバグったかと思ってびっくりしましたよ。もうこの歌はダメ？違うのかな。羊？ちょっと仕組みがよく分かってないけど、ひとまず上向かって進んでいきますね。楽しげな歌、こっちかな。あ、宝箱、セージ。これはちょっと関係なさそうですね。今度これ触ってみよう。あー、もうちょっとはい、これじゃないな、多分。穏やかっぽいですもんね。楽しげな歌か。じゃあこっち側だ。はい、これでもないと思うんだけどな。楽しげかこれ。こっちの部屋入ってみましょう。あ、オレンジグミ使っちゃいましょう、もったいないから。プレスで、はい。これ楽しげか。あ、違うっぽいですね。そっか、その歌を流してたらちゃんと奥に進めるっていう感じなのかな。ちょっとゴーレムが出てくると強いんで逃げちゃってますが、レベル足んなくなっちゃうかな、もしかしたら。よし、じゃあこれですね。合ってるよね。楽しげか。穏やかかなーって思ってたんですけど、これは、あ、メディウムって知らないな。制作人側の、あれ、感覚と私の感覚違うからなー。え、相手側か。まずい。あ、アーチが全部かばってくれた。どうしようかなー。サンダーブレード。あれ？サンダーブレード。どうしよう。ちょっとね、ゴーレム風属性が効くので、よし、やってもらおう。え、もうまた録画止まるの？びっくり。ちょっとね、今日調子あんま良くないな。よし、じゃああとはゴーレムをささっと。強いんだよな、しかし。任せてください。でも、ナース頼んじゃおう。いや、ちゃんとね、LR に技を設定しました。皆さんのおかげで。痛いよ。アーチが、アーチがさっきからめちゃめちゃ吹っ飛ぶんだけど。よしよしよし。レジストリングとかも手に入るんですね。レジストリングが
変えれたっけ、ルーンバトルで。変えれますね。一個変えてみよっか。リフレクトリング。はー、やっぱそういう感じなんだね。ちょっとずつ良くなってくんだね。あー、でもなー、タリスマンとか、もうちょっとなんかいいもの多分来ると思うので、え、これじゃないし。え？これは何なんだ？もしかして食らってる？え、楽しげな歌？あ、こっちにも道あるじゃん。そっかそっか、下から来たんだから。これは、お牛座？じゃあ、こっちの部屋も入っていきましょう。ブレッド、じゃあ作ろう、料理を。チーズバーガーで、そろそろ熟練、あ、間違えた。熟練度上がるんじゃないかな。これは？多分これだと思うんですよね。個人的に。楽しげ。いじんなくていいかな。ホーリーシンボル、持ってますね。あ、でも一応聞いていきますか。はいはいはい、ダンジョンの音ですね。あれ、どっちだっけ、こっちだ。よし、これで多分開いたでしょう。インカウント率。よし、行くぞ。これで開きましたね。双子座。次は？人にあらざる者が歌う静かな歌を望む。街の BGM でよく流れてるあれかな？お、パナシアが、こればっかりは使えないからな。で、今、アイアングローブってものを手に入れたので、腕かな？いや、下がりますね。なんだ。あ、バジリスク乗る子だ。やった。めちゃくちゃいいものを手に入れました。じゃあ、ここで変えてみよう。多分これだと思うんだけどな。でも、アイテムがあると思うので、他の場所も見てみます。さあ、行ってみましょう。ホーリーボトル、もうちょっと買ってくればよかった。足りなくなりそう。こっちはカニ座ですね。ちょっとあの像は触らないでいきましょう。多分この歌なんで。プロテクトリング、結構集まりますね。で、あとはこっち。多分右の方にも部屋ありますよね。ビーフか、じゃあ、僕の番だ。やっぱチーズバーガーでしょ。あ、チキン使ったのか。まあいいや。どうせ料理食べれないしな、一回食べちゃったら。さて、ここも触らずに行って、チャームボトル。オレンジグミは使いましょう。チャームボトルさ、あの、めちゃくちゃ高い、なんか道具屋さんみたいなとこで使ったら買えるぐらいの値段になるかな。なったらいいけど。チャームボトルの重ね掛けみたいのってできるんでしょうかね。やったことないからわからないけど。ちょっとアイアンゴーレムマジでほんと硬すぎるからさ。よし、では、OK、進んでいきますね。獅子座。では右から、あ、違う。まず歌を調べなきゃ。
フラキュータ。これはダンジョンの BGM ですね、きっと。このさ、火の玉みたいのは本当に何の意味があるんだ？マント。さて、こっちは、歌を変えていきましょう。あ、これなんだね。これのまんまか。ちょっと一瞬、あれって思ったよ。さあ真ん中の部屋に行きましょう。これが乙女座ですね。ラビットシンボル。あ、違う、これも調べていかなきゃ。はい、違いますね。ではこれは違う。ホーリーボトルを使って、やばい、足りなくなりそう。12星座の塔何回まであるんだろう。よし、これですね。左の部屋も行きましょうか。行ってないからね。シルバーケープ持ってるな。最近ちゃんと TP のやりくりにも気を使ってるんで、もうね、多分ボス戦以外は TP の枯渇にそこまで苦しむことはないと思います。オレンジ組もたくさんあるしね。さて、次の階層ぐらいで終わってくれたら嬉しいんですが、まだかしら？天秤座。6階か。まさか12階まであるとか言わないよね。あ、間違えちゃった。まあいいや。ルーンボトル。次の歌は、勇ましい歌ですね。これ戻ってきたかな、勇ましい歌。お、なんか今までと違う。これかな、勇ましいってこれじゃなかったっけ。で、真ん中の部屋に行って、サソリ座。でも12星座ほぼほぼ出てきてるから、多分次の階層ぐらいで終わりじゃないかなと踏んではいるんがだ。いるんがだってなんだ。我ながらなんか謎の言葉遣いをしてしまうな、最近。言葉遣いっていうか謎の噛み方をね、しますね。しばらくなかったんですけど、最近またカミカミで面白いですってコメントで言ってくださる方がいらっしゃってあ、面白いなら別にカミカミでもいいやっていう、なんかね、もう諦めの境地に入ってきてますね、最近は。はい、 OK。 グレードも結構溜まってきたんじゃないかな。あ、ここなさそう。お、あった。あ、ブラックオニキス。ラビットシンボル。では、左の方にも行って、結構石像ありましたけど、何の話をしてたっけ？戦闘するとね、忘れちゃうんですよね。レジストリングも結構溜まってきましたね。あ、そうそう、石像がいっぱいあるけど、そんなに歌の種類あんのかな？もしかしてこれじゃない？あ、当てた。いて座。うわ。なんだ、お前らは。この子が十二星座の塔にいる精霊？セーブポイントないけど。こっから先はルナお姉ちゃんの部屋なんだぞ。あ、やっぱルナなんだ。勝手に入るな。なんだ。僕はルナお姉ちゃんのお月の妖精アルテミスだい。おお、アルテミスか。妖精だって。あの伝説に出てくる超古代文明末期の戦争で死滅したと言われてる超生命体の妖精なのか。まさかまだ生き残っていたとは。いいんだ、そんなに簡単には死なないもんね。とにかくこっから先は通せんぼらい。どうすればそこを通してくれるんだ。
そうだな。それじゃあそのピンクの髪の女の子が誰かとキスをしたら通してやるよ。え、どういうことなの？なんでそういう条件なの？僕でもいいけどね。ああ言うと思った。私？どうすんの？アージェ、ちょっと待てよ。ルナに会うためだからね。でも意外にノリノリだぞアージェ。意外にかな。まあでもそんな節はちょっとあったけど。そんなに嫌がらなくたっていいじゃない。そういう問題じゃ。さあ行くよ。チュッチュッ。マジ？ダメ、いけません。え、私は何を見せられてるの？やだ。なんでさ、キスなんて軽々しくするものじゃありません。じゃあルナに会えないじゃん。どんな理由があってもいけません。ミントかわいい。アルテミス、いたずらはおよしなさい。はーい。誰なんだ？アルテミス、あの本をその方々に差し上げなさい。お姉ちゃんって魔術師だよね。これあげるよ。呪文書？これって呪文書じゃん。お、レイ。はあ、これまた。この上の部屋にルナお姉ちゃんがいるよ。ごめんね。バイバイ。しょぼんってなっちゃったね。あの子なんだか寂しそうな目をしてたね。もしかしてあの妖精が最後の生き残りなのか？あー辛いね。そしたら、お、アーチは明治の称号を得ました。称号ってさ、特にないんだよね。やっぱりデスティニー2の時みたいなプラス要素がないんですね。シリーズによってあったりなかったりしたと思うんですが、いやーまさか本当にするのかと思った。びっくりした。お、意外とチカチカしてるな、アルナさん。あれはもしかして精霊なのか？私は月の精霊のルナです。なんかなんだろう、ネオンみたいな。私に何かご用でしょうか？ダオスを倒すためにあなたの力が必要なんだ。召喚の契約を結んでほしい。力を示せと仰せなら、あなたの望むままに。相手が誰であろうとも私は戦いを望みません。しかしこの世界を救うために私の力を必要とするということであれば、あなた方の力となりましょう。優しい。本当か？ありがとうルナ。では契約を。クレスたちは下がって。アルテミス、聞いていますね。私は行かねばなりません。一人で辛いでしょうが、くじけてはいけませんよ。それではムーンストーンの指輪を前に。我今月の精に願い立てまつる。指輪の名役のもと我に精霊を従わせたまえ。我が名はクラハス。クラスはルナを召喚できるようになりました。ちょっとアルテミスがかわいそうだけど、連れていくわけにはいかないんでしょうかね。まあでもここが住みかっていうか住んでる場所ならしょうがないけど。ルナお姉ちゃん、え、あー、いなくなっちゃったし。
びっくりした。なんかイベント始まるかと思ったら私がちゃんとボタン押せてないだけだった。じゃあ戻りましょうか。特にこのなんか火の玉みたいなの関係なかったのかな。ちょっとよくわかりませんでしたが、まあいいでしょう。さてあとは戻るだけですね。よし、違う、こっちじゃない。さあ出てまいりましたが、ルーナも召喚できるんだよね。お、月の精霊ルーナを召喚する。ルーナ召喚したらどうなるんだろう。攻撃魔法なのか、魔法てか召喚なのか、それともなんか回復とかなのか、ちょっと使ってもらいましょうか、フラーさんに。あ、でもなんか単体攻撃っぽいな。あ、ちょっと嫌な感じはしたけど。ディープミスト、お、レイも来ましたね。強いな相変わらず。ルナってルナレーザーあそこ文字変わんのマジか。パワードレインめんどくさ。シャンプです。サンダーブレード。いやーあじゃ強いね。レイってさどれくらい消費すんの。18。光か。どっちでもいいんだよな。まあ今のところサンダーブレードにしとくか。ああよかった、結果オーライそっちに当たるならいいや。さて今回はちょっと多分長くなってると思うんで、またスキットを見てから終わりにしたいと思います。よし、この辺で。なんか上の方に街が見えますね。あれがミッドガルゾかな。ではでは、スキット見ます。十二星座の塔に住む精霊がルナだったとはついてたな私のおかげじゃん。ハーメルのラッキーウィッチって言えばちょっとは有名。さてこれからのことなんだが、ミッドガルゾでエドワードさんと合流しましょう。僕はエドワードさんに力になるって約束したんだそうだな、今の我々ならば彼の力になれるだろう。ちょっと無視しないでよ。スルーされてましたね完全にどんどんちっちゃくなってくアーチェが可愛かった。ちぇ、せっかくキスするチャンスだったの。あの、何かおっしゃいましたか。な、何も言ってないわよ。やだな、怖い顔しないでよ。ちゃんと聞こえていましたよ。ほんと、冗談だってばさ。ねえみんな助けてよ。あーちょっと大丈夫かなここの関係性なあエドワードのところへ行くんだろ。ええ、今の僕たちだったら力になれるかもしれません。私もそう思います。ミッドガルズに行くって言ってたよねあの人。なあよし、ではミッドガルズに行く感じかな。多分上の方だと思うんで、すぐだと思いますが、今回はここまでにしたいと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね。バイバーイ。